こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日はアカウント作成の5ステップ。まず第1段階。新規出品者、教習所に入所と。まあ、車の運転に例えればね、やっと教習所に入ったというところから、まあ、仮免許取得に相当するところまで行くとね、ぐっとカートが取れるようになって売りやすくなるというふうにね、第1ステップ、第2ステップ、で、5ステップまであるんですけど、いう説明をしてたんですけど、これ第2ステップのね、現在の具体的な基準が分かったんでお知らせします。取引、累計取引50件を超えるとカート取得できる機会が増えます。具体的に今まで強いライバルより70セント安くないとカートが取れなかったのが20セント安くすればカートが取れるようになると。大きいですよね。70セント安くしないとカート取れないということは、値下げ競争していると大抵赤字になっちゃいます。ところがね、20セントであれば、まあ、ちょっとした隙に売れるということでね、まあ、十分に利益を取って売れることが増えてきます。これ今回たまたまね、強いライバルに打ち勝ってね、商品が売れてた例があったんで、あれ、このライバルに勝てるんだというのでね、ちょっと質問してみたら、まあ、ちょうどね、54件の取引。だから50件超えてやっぱりね、売りやすくなってるんだなっていうのが、ちょうどいいタイミングで確認できたんでね、皆様にシェアします。50件超えると、ね、今まで全然売れなかったのが、まあ、ちょっと売れるようになってくると。まあ、こうなってくるとね、商品探しも楽になりますんで、次の段階へ進みやすくなります。まめに相談してもらうとね、こういう、今までのね、仮説だったものが、なるほどというのでね、検証できるんで非常にありがたいんで、まあ、ご報告、ご質問は、どんどんお気軽にお寄せください。お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。